はい、始まりました。メイリーズジャム、メイジャム。皆さんこんばんは。はい、今日も始まりました、メイリーズジャム、メイジャム。このお時間は毎週金曜日夜11時から約30分でお送りする音楽番組です。パーソナリティのメイリです。よろしくお願いします。イェイイェイイェイ。はい、皆さんお元気ですか？これがね、収録の2本目になるんですけど、2本目はね、ちょっと私のインスタライブもつけてみながらね、ちょっと喋りたいと思います。なんかね、一人だとってちょっとね、なんかって気持ちになるのでインスタライブをつけて、時々皆さんのなんか応援をちょっと見ながら、横目に見ながら頑張りたいと思います。さあ、4月ですね。先週はちょっとね、かなり深い話をね、しちゃいまして、本当にね、いや、深いといっても、とってもね、大切なお話をさせていただきましたね。やっぱ皆さんの、人生においてこの流れてる命がね、とても大切ですよねっていう話をしました。ほんと痛感したねっていう話なんですけどね。やっぱりね、一度しかない人生ですからとはいえ楽しまなきゃ損ですし、一度きりの人生をどう楽しむかというところでね、私メイリには音楽が欠かせないので、今日もたくさん私のぶち上がる音楽を皆様にお届けしていこうと思いますので、約30分間よろしくお願いします。イエイ。さあ、それでは本日の1曲目です。最近ね、新曲が出たあの方の、曲なんですけれども、ぜひ聴いてください。 J-HOPE& ギコ&ユン・ミレでニューロン。YouTube アーカイブ配信ご覧の皆さん、こんばんは。メイリです。今日も元気にお届けしていきますよ。私の大好きな J-HOPE の新曲です。インスタライブもつけて今日はお届けしていきます。メイリさんですはい、メイリさんです。こんばんは。こんばんは。かっこいい。メイリさん、学校終わった。覚えてるさ覚えてるに決まってるさ。もうさ、この J-HOPE さんの新曲「ニューロン」がね、もうめちゃくちゃオールドじゃん。もうさ、オールドヒップホップ大好きなね、うちなんちは好きですよ皆さん。これたまらないと思うな。みんな聞いてほしい。ついに引っ越しました。おめでとうございます。新生活じゃん。どうですか？緊張しちゃってる？まだ慣れたかな？それとも。もうめっちゃアップダウンしたいよねこれたまんね。聞きましたか？最高ですよね。もうブンブンドゥドゥドキドキが勝ってます。あ、めちゃくちゃいいね。ワクワクドキドキだ。最高だよ。もう毎日が同じ日が来ないよ。だからもうめちゃくちゃそのドキドキも楽しんでいければ最高じゃないかな。ね、みんな新生活本当にドキドキすると思うけども、同じ一日は一日として来ないからね。セレナゲイ、yeah, yeah. パーあ、かっこいい。もうこれは K-POP じゃないって表現もおかしいけど、いやもうみんな聴いてほしいな。ダンス好きな子集まれぐらいの感じだよねこの曲。Your radio station. FM Naha.78.0. お届けしたのは J-HOPE ギコ&ユンミレでニューロンでした。いやーね、まあ私の大好きなね BTS のメンバーの J-HOPE さんの、新曲のアルバムの中に入っている「ニューロン」という曲を今お届けしたんですけれども、もう本当に大好きなんですよこの辺の年代の曲というか、90年代のねオールドスタイルヒップホップとかがすごく似合いそうな音楽なんだけど、もうちょっとさ後ろのビートにもなんかこのトークボックスの音とかが入ってたりとかしてて、もう超大好物なんですよでそれをね今日の一発目の曲にお届けしたんですけれども、はい、今日はね新生活のみんなも応援したいしね、ちょっとインスタライブをつけてみんなとのコミュニケーションも取りながら、メイジャムをお届けしていこうと思います。いや本当、まあ、それこそ私はもともとストリートダンサーで、沖縄ではまあねストリートダンス時代の頃から私を知ってくださってる方は逆に、まあ、なんか私がアーティストである方が珍しいのかな、どう思う珍しいかな、わかんないんだけど、でもその J-HOPE 君も実はストリートダンサーから始まっててアーティストになった子なんですよね。で年が本当に私1個しか変わらなくて、でそのダンスをしてた時期も同じぐらいの時期に彼は韓国でストリートダンスをしていて、で私も、まあ、同じ時期にしてまして、で私が、まあ、東京に上京した年と、まあ、彼ら、まあ、BTS のメンバーがこのね、東京じゃないソウルに、まあ、みんな上京して練習生生活を送ってた時期も同じぐらいなんですよ。でデビューしたのも本当に近くって、自分は2015年なんですけど、なんかねこう似たような音楽を聴いて、似たようなやっぱ年が近いからさ似たような音楽を聴いて似たような環境の中でやっぱり生み出していくこの心とかアーティスティックな部分って本当あると思ってて、なんていうかね、なんかこう言ったら本当になんかなんて言うんだろう、変に思われるかもしれないけど、結構ね私の中では共感できる部分が多いんですよね。だからきっと私の周りにいたダンサーのみんなもこの曲好きだと思うなうん、なんかなんて言うんだろうね、バックグラウンドが違うんだけど一緒みたいな、なんかそういうのすごく感じる、不思議な気持ちにさせられるので、とってもいいなと思ってます。またこの新曲のね J-HOPE くんが出した最近のそのアルバムが、実は今 J-HOPE くんは兵役で 軍隊に入っているので、まあ音楽活動ができないんですけど、軍隊に入る前に準備をして、まあ、こうやって新曲を出してくださって、私たちはもうぶち上がってるんですけどね。うん、でもそのコンセプトがその昔そのストリートダンサー時代だった頃に一緒に組んでた子たちとか、その時からつながってる方々を、まあ共演としていろいろコンテンツを考えて出してるんですよ。まあ、そこもなんかいいなと思っていて、まあ皆さんが思う BTS って超なんて言うんだろう、有名、めっちゃ大スター、ポップスターって感じだと思うんですけど、なんか彼らが本当に何かを生み出そうとしてる時ってめちゃくちゃシンプルで、めちゃくちゃなんていうのかな、めちゃくちゃなんていうんだろう謙虚だと思います。だからその自分がスターだから地元のことは何もとかじゃなくって、普通にそのアーティスティックな部分を分かち合った仲間たちと時を経てこうやって音楽を作ったりだとか一緒に踊ったりとかするのって本当素敵なことだなって思っていて、なんかすごく勉強になりますね。うん、まあ今だからできることなのかなと思うけどね、軍隊に行ってる間なので。いやでも帰ってきたら今年のもう10月には戻ってくるので、またね私は一ファンとしてめちゃくちゃ応援したいと思います。はい、ということでお届けしました。っていうね、 J-HOPE くん愛を語っている私なんですけれども、2曲目に準備したのも J-HOPE さんの曲です。聴いてください。イコールサイン。行こうto be 海外 No different you and I Look you now just different light And go say Same ノリノリです。楽しいよ。でもまあそれはもうみんなのこのインスタのねライブをポチッと押してみんなにこうやって会えてるだけでテンションはぶち上げです。本当好きなんだと思う。なんかここがバンペン。あ、もう終わっちゃうんだよね。78.0 FM Naha, your radio station. 2曲続けてお送りします。これも私がめちゃくちゃ好きな曲なので、プレスケインスタライブでは子供は見てませんよね。うんうん今子供は見てないですよね。First time。これもねかっこいいんだよ。これは別にオールドって感じじゃないんですけど、普通に音がもうマジかっこいい。ギリそうだ。ようこそ。もう絶対にパンヤンゲンももうすごい大好きなんですけど、もうパンヤンゲンで知った人はもうビビちゃんのこのカジノは絶対聞いてほしいですね。Last time you won。Last time。声がいいんですよ。もう本当検索してみてください。ビビでカジノ。ミュージックビデオはちょっと怖いから怖いの苦手な人は見ない方がいいかもしれないけど、音楽はもう本当素晴らしい。来るかな、来ないか。お届けしたのは J-HOPE で=、そしてビビでカジノでした。2曲続けてお送りしました。いやー、これさあ、まあ11時だよね。11時からまあ放送しているじゃないですか。メイレーズジャム、メイジャム。もう寝られないよ。こんなにいい、たくさんね、いい曲聴いたら。もう踊り出して眠れんくなるね。最高です。今日はインスタライブもつけてます。お久しぶりです。お久しぶりです。いやー、めっちゃかっこいいんですよ。ビビちゃんはこの韓国のアーティストなんですけど、最近韓国でめちゃくちゃバズってる歌が栗羊羹っていう歌があって、歌えるかな？タイゴタイあタイゴタイディタイゴタタイゴタイディタイディタイゴタどっちだっけ？パンヤンゲン全然歌えない。練習したんだけどな、お家でまあ栗羊羹って歌があって、それが今すっごいバズってるんですよね。でも私この栗羊羹がバズる前からビビちゃんめっちゃ推してたんですけどね。ぜひカジノ聴いてくださいって、まあ、今聴いてもらったんですけど、めちゃくちゃ可愛いので、っていうか可愛いっていうか、もうなんか超何でもできる人って感じのイメージがありますね。演技もできるし、そういうなんか TWICE さんとかにも楽曲を提供してるから、歌詞かなんかすごいいいリリックを書くしね、もう最高なんですよ。ぜひ聴いてもらえたらと、検索してみるだけでもいいと思います。何だったかな、タイディタイゴタイディあタイディタイゴタットタンパンニャンゲンパンニャンゲンニガモコシポトンナンタットタンパンニャンもうやめた方がいいね。もう歌やめろ、ごめん全然歌えんかった。もう歌やめるわそうはい、勉強してきて次の収録までにマジで完璧に歌えるようになってきますから。はい、ということでね、はい、メイリーズジャム、メイジャムは30分でお送りする音楽番組なので、もうほんとあっという間なんですよね。最後の曲をお届けしたいと思います。これも新曲ですね。アイリットでマグネティック。Love the tear tardy taigo tardy tattu tan panyangen ka panyangen niga bokko shippo tonna tattu tan panyangen panyangen ya 歌えるやん。なんでやねん。Injong hake This time I won Super ikurim Looking like nattyもうイージーリスニングですよね、今の流行りは。このなんていうのかな、歌い上げる音楽っていうよりは、最近韓国ではイージーリスニングっていう部門なんだろう、なんて言ったらいいかわからないけど、イージーリスニング、とにかく、まあ、BGM として聴けるような音楽が流行ってるんですよ今。ほんとその代表作って感じ。This time I won. そうそう。急に忘れて急に歌えるようになるものだよね。うん、そんな時もあるよね。スパイクリン。In a rush, in a rush. このさ、歌のさ。メインリリックじゃなくてカッコのさコーラスの部分歌いたくなる説あるよね。めっちゃ好き。This time I wanna buy. ここで火薬が出ますよね、いつも音楽番組では。スーパーイクリン。スーパーイクリン。はい、お届けしたのはアイリットでマグネティックでした。ニュージーンズのまあいる事務所っていうかもう、BTS の事務所 HYBE から出た新しいグローバルガールズグループのね、アイリットちゃんたちの新曲をお届けしました。うん、超いいね。もう本当になんて言うんだろう、音楽性が高いですし、まあ最近のねトレンドがイージーリスニングと呼ばれるものだそうなので、まあ、BGM 感覚でね皆さんたくさん楽しめる一曲だったんじゃないでしょうか。爽やかな一曲をね今日最後の曲でお届けしました。あっという間にメイリーズジャムメイジャムお別れの時間がやってきました。はい、先週はね結構まあ、私もなんかドキドキしちゃって、なんかこうちょっとだけこうまあナイーブな気分になっちゃったんだけど、今日はねすごく明るくお届けできたかなと思います。やっぱり音楽は人の心をね育てますね。元気にしてくれるし、悲しい時にも寄り添ってくれるし、なんかドキドキしてる気持ちを少し和らげてくれるようなね、なんか魔法みたいなものだし、うん、今日もそういう音楽たちにたくさん出会ってたくさん癒されて、私メイリもとても幸せでした。そしてインスタライブで、見てくれて、気を使ってくれて心を使ってくれてありがとうございました。また来週も続きますので、メイリーズジャムメイジャムぜひ聞いてください。パーソナリティメイリーでした。バイバーイ。